エグザイルなおと平野の仕様の弟陸が笑顔でテープカット。名古屋市の町市小数。カラーズ 66OOP セレモニー登場。登場。名古屋市において複合型商業施設。カラーズ366。 カラーズ366のオープニングセレモニーが開催され、ダンサー俳優のエルザイル・ナオトと、平野紫耀の弟でアーティストの平野陸が2日に笑顔でテープカットに臨みました。ナオトと陸は、名古屋市長の河村隆氏と共にテープカットのセレモニーに参加し、多くのメディア関係者や招待客の前でテープを切り、新しい施設の開業を祝いました。 な人は、この度はオープンおめでとうございます。仕事柄、名古屋の街には長年足を運んでいますが、ファンの皆さん、名古屋の皆さんは温かく迎え入れてくれるので、個人としてもグループとしても本当に大好きな街の一つです。と、彼の名古屋愛を語り、式典に花を添えました。 さらに、テープカット後、ナオトは施設内にオープンする飲食ブース、ナヤハシフードスクエア、内にオープンする6店舗とレストラン、マラキーリバラットで提供されている自慢の一品を試食しました。モーニングが有名な、クロース &CEO。ネクスト、では、フォアグラテリーヌ、トリュフ、ヒダウシを使用したバーガーを試食し、めちゃくちゃうまい。これは贅沢、贅沢。 だわ、と絶賛し、バンズもすごく美味しい、と笑顔で話しました。さらに、施設内2階にオープンする、ナヤハ劇場、で行われたトークショーにもナオトが登壇しました。オープンしたばかりの施設について、ロケーションも最高ですし、抜け感もある。川沿いにテラス席もありますし、 食だけではなく交流の場にもなりそうだとすごく感じました、と話し会場を盛り上げました。色と活気に満ちた名古屋の新たなランドマークカラーズ366がオープン。名古屋市において楽しみと興奮に満ちたイベントが2日にわたり開催されました。有名ダンサーであり俳優としても活躍するエグザイルナオトと 注目を集めるアーティストである平野潮の弟である平野陸が新しい複合型商業施設カラーズ366のオープニングセレモニーに出席しました。ナオトは名古屋の街に長年足を運んできたことから名古屋に対する深い愛情を抱いています。彼はこの度はオープンおめでとうございます。 ファンの皆さん、名古屋の皆さんは温かく迎え入れてくれるので、個人としてもグループとしても本当に大好きな街の一つです、と語りました。なおとはまた、施設内の飲食ブースやレストランで提供される美味しい料理を試食し、贅沢な味わい、と感激していました。カラーズ366は、新しい施設としては異彩を放つ存在です。 名古屋のランドマークとしての役割を果たすと同時に、食の楽しみや交流の場としても地域に貢献することが期待されています。川沿いに位置し、開放感あふれるテラス席も用意されており、訪れる人々に心地よいひとときを提供しています。今回のオープニングセレモニーによって、 カラーズ366は名古屋市の新たなスポットとして注目を集めることが期待されます。多彩な魅力が詰まった施設は地元の方々はもちろん訪れる観光客にも楽しい体験を提供することでしょう。これからもカラーズ366が地域に新たな活気とエネルギーをもたらすことが期待されます。施設の特徴と今後の 展望。カラーズ366は、施設内に設けられた飲食ブースやレストランの多様なメニューが目を引く特徴の一つです。クロース &CO。ネクストが提供する贅沢なバーガーは、地元の食材を使いながらも、洗練された味わいを提供しており、訪れる人々に満足感を与えています。また、施設内の、ナヤハシ劇場。 では、様々なイベントが開催される予定であり、地域の文化やエンターテインメントの発展にも貢献することが期待されます。市長の河村隆氏もこの施設について、地元の方々にとってはもちろん、名古屋を訪れる観光客にも楽しい時間を提供できる施設になることを願っています。とコメントし、カラーズ。 366が地域の活性化に大きく寄与することを期待しています。一方で、この施設が持つ新たなるポテンシャルは、地域経済にも影響を及ぼすことが期待されます。名古屋市は観光地としても人気がありますが、カラーズ366のオープンにより、さらなる観光客の誘致や、地域経済の活性化が見込まれています。 今後、カラーズ366は地域社会との連携を強化し、様々なイベントやプログラムを展開していく予定です。地元の方々と共に地域の魅力をさらに高めていくことが期待されます。名古屋市の新たなランドマークとして、カラーズ366が地域の誇りとなることを期待しています。地域活性化への期待と市民の反応。 カラーズ366のオープニングセレモニーには多くのメディア関係者や地元の方々が詰めかけ、熱い関心を寄せていました。地元の食材を活かした美味しい料理や様々なイベントが楽しめる施設として、地域の方々からは期待とともに好意的な反応が見られました。 施設内のレストランや飲食ブースで提供される料理について、地元の食材を使った料理が楽しめるのは嬉しい、贅沢な味わいが楽しめるメニューが豊富で嬉しい、といった声が聞かれました。特に、クロース &CO、NEXT のバーガーについては、美味しい食材が贅沢に使われていて感動した、という声が多く寄せられています。 また、施設内の、ナヤハシ劇場で開催されたトークショーや様々なイベントについても、地域の文化やエンターテインメントが楽しめる場所ができて嬉しい、といった声が聞かれました。地元の方々は、カラーズ366が地域の活性化に大きく貢献してくれることを期待し、積極的に利用していく姿勢を示しています。 名古屋市に新たなエネルギーと活気をもたらすカラーズ366が華やかなオープニングセレモニーを迎えました。エグザイルナオトと平野陸の笑顔あふれるテープカットは施設の開業を祝福する象徴となりました。施設内には地元の食材を活かした美味しい料理や様々なイベントが用意されており、地元の方々からは期待と好意的な反応が寄せられています。 カラーズ366は地域の誇りとなるだけでなく、地域経済の活性化や観光客の誘致にも大きく貢献することが期待されます。今後も地元の方々との連携を強化し、地域の魅力をより一層高めていく取り組みが期待されます。名古屋市の新たなランドマークとして、カラーズ366の今後の発展に注目が集まっています。